試合を清水さん1点リードの状況ですから、まあ、追えようということでしょうか。まあ、間違いないですよね。ですから、まあ、今みたいに先ほど言ったようにつなぐというよりもやっとクリアしてどうにかというこの守りにしたいというところだと思いますけどもね。ですから、まあ、今チャンスですよ小野さん。そうですね、1点リードしているのに苦しいという感じがイタリア伝わってきているので、日本これチャンスといえばチャンスなんですね。そうですね、こういうセットプレーもそうですけど、はい、チャンスを試してほしいなと思います。遠藤蹴った、蹴